右こっち来るな、全然来るな。右こっち来た。あ、行った行った。右行ったけ。銃を下ろす。そしてセーブ。右。これで火をつけていこうか。火をつけることかで。え、全部。え、なんで向こうだけ使えへんの。文書が入っている。暗くて読めない。火つけたやろ。意味がわからないけど、なんでここをつけたら。あ、そういう感じ。あ、全部ついた。あ、なんか開いた。なんか開いたけど、暗くて読めない。まだ読めんのか。ここが開いたよね。はるちゃん、おもとったんとちゃう。見つけたぞ、はるこくん。あれ、お兄ちゃん、確か、あの時以来だな。あれ、どうしてこんなところにいるの。かわいいな。何も被害ないの、この子は。話は後だ。とりあえずこの家から出よう。君のおばあさんも待っている。おばあちゃん、あ、どうかしたか。コロコロ遊び、コロコロ遊びしてたら急におばあちゃんが具合悪くなって。まさかあの古びた箱か。コロコロ遊びって何。え、コロコロってあの、ここ漫画しか知らへんねんけど。そうそう、宇宙人田中くんとかやろ。やはりあの箱が関係していたか。とりあえずだ、春子、この家から出ようか。そうだね、おばあちゃんが待ってるなら。あ、はるちゃん、あの、じっとして、ついてこないけどじっとしてくれるか。はるちゃん、はるちゃん、取っておくか。何も、ワイヤーカッター。はるちゃんとこどいて。はるちゃんとこどいて。開けることはできない。ワイヤーカッターも鍵がかかっている。ワイヤーカッターをどっかで使うのかな。はるちゃん行くぜ。はるちゃんそこ、そこで行かれへんわ。はるちゃん行かれへん。はるちゃんおもろいわ。なんかさ、後で行こうって言ってた場所もあったよね。はるちゃんこっち、そう、ついてきて。ちゃんとあの、行けんかった場所もちょっと行ってみたい感じはするんやけど。ワイヤーカッターってどこで使うんやろ。ワイヤーカッター、はるちゃん、ワイヤーカッターどこで使うと思う。これか。食欲が薄い。一回さ、あの、後で行こうかって言ってた場所行ってみていい。はるちゃん、はい、行かれへんなってる。とりあえずはるちゃん送り届けよう。乗った車、小倉さんが運転ですね。車もあったんや。さっきね、先に小倉だけ帰ったけど車ないんかなと思ったんや。車あったよね。ワイヤーカッターとかって何でしょ。あそこ来るのかな。え、車に引いた誰か。お兄ちゃん、ここでずっと来てる。え、何、セーブは、操作セーブ、操作セーブ、怪異の悪影響か。操作セーブ、操作セーブ、操作セーブって言ってる。操作セーブって言ってるやんか。操作セーブって言ってるやんか。あー、もうやだよ。え、2つはダメよ、2つはダメよ。嘘やろ。まだこんな、まあ、セーブ、セーブって言ってるか、セーブって。あ、やった。なにこれ、コンティニューしますか。スルスルスラスラやスラスラや。これ何回も見なくていいかもしれんな。次こっち、次下、下やけん。何これ、この回何、マックルクルーキは悪い子じゃないんやで。子供の時にだけ訪れる不思議な出会いやのに、こんな小室さんに出会ってはいけないと思います。そう、カチ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 落ちてしまった、ごめんね。必死さは伝わるやろ。これなんなんやろ、小鳥箱の影響がまだついてきてるってこと。あ、俺っち、あ、ここなんかめっちゃ覚えてる。猿夢で見たわ、ここ。
ずいもんとも作れじゃねえかよ。ああ、いろいろ凄まじくてな。どうやら久々に厄介に仕事が来たようだ。これ多分警察署やね。もう、それは災難だったな。ま、話はある程度聞かせてもらったぜ。小暮の坊主からよ。あのバカ、またベラベラと。え、嫌い？私結構小暮好きやで。そう言うなよ。で、はるちゃんは無事に連れ戻してきたんだろうな。ああ、知り合いの部屋に寝かしてある。特に外傷もない。グッジョブだグッジョブだぜ。虫かひむろ。カジロのばあちゃんな。命に別状はないそうだ。よかったね。これもお前のおかげだよ。ちゃんと話聞けよ。ひむろさんも疲れとんかもしれんけど。加賀さんってやっぱああいう立ち回りというか無視されがちよな。あ、桐崎さん。皮肉だな。まさかこのような事態になろうとはな。お疲れ様です。お前も来てたのか、翔太。桐崎翔太、この人なんかその貝専門の研究してる人って感じよね。頭いい人よね。小鳥箱だな。やはりそうか。小鳥箱、何なんですかそれ。正確な発症は不明だがな、同居の流れを組んだ手術の一つとされる。ま、簡単に説明するとだ、一つの箱の中に動物のメスの水臓や、動物の臓物や血を満たす。そこに子供の人体の一部、指や血を捧げる。生贄にされる肉片は一人分とは限らない。何人子供を犠牲にしたかで、したかで箱の呼び名も変わり、呪いは飛躍的に上昇する。一歩、二歩、三歩、七歩、五歩、六歩、七歩。なんか前の都市伝説の話でも言ったけど、七歩っておもろいよな。八人目は八回。小鳥箱の究極形だ。呪いのかけ方は至ってシンプルだ。小鳥箱を直接呪いたい相手の家に送りつける。貢ぎ物と称したり、敷居の中に埋めたりしてな。なんかオープニングでそう、あ、怪しいやつおったもんね。ニット帽の。最悪のプレゼントですね。この呪術の効果は女性と子供に及ぶと言われている。呪いがかけられた本人は腸や腹などの内臓が徐々にちぎれていくらしい。一家破滅も容易なその術力は、その世代で家計を絶やすことも珍しくはない。まさに小鳥箱。あ、ちょんちょんじゃないってことやね。そんなものがどうしてあの家にあったんでしょう。カジロ家はもともと呪術の一派だ。大昔から恨みを買っててもおかしくはない。そしてそれをカジロ春子が持ち出した。はるちゃん、間違いないですよ、絶対。箱の呪いが目覚めたきっかけは、呪術師の血を引いた彼女たちが原因だろう。だが、どうしてこのタイミングで、だろうな。これって前回の解消工具ってどのぐらい時間経ったんやろね。すぐなんかな。全く迷惑な話ですよね。また怪異呼び寄せるくらいなら、あのまま山奥に引きこもってくれればよかったのに。小暮。年頃の娘に、そりゃ酷だ。加賀さん、あ、入ってきた。おるんか、びっくりした。そうですか。おうよ、訳ありの子たちだからこそ、ひとしは今まで面倒を見てきたんだぜ。へえ、日頃さんにしては珍しく市場が入ってますね。それで小暮、前回のエンディングちょっとええ感じにして終わったんやけ、こいつ美琴ちゃんと市場のついでだ。残りの仕事を片付けてくる。僕はどうすれば。これは俺の責任だ。お前まで巻き込むことはない。氷室、思うところがあるのさ。あいつはあいつなりにあの娘の友人を放っておくことはできるのだろう。氷室、めっちゃ美琴ちゃん好きやんか。戻ってきたの？一人で？なんで一人で来るの？歓迎の雰囲気じゃなさそうだな。ま、
それはこっちとて同じことだ。なんで来たの一人で。じゃあなんか、何するものなの。え、雷。え、あ、おるけど待って、おるけど待って。なんや。なんかでもあそこのお座敷も行かないかんかったの確かね。ここお座敷に行けんかったの前回。ハルちゃんを連れとった時はおるな。死んじゃう。ハルちゃん。この銃撃戦大変やわ。ここを登らないかんと思う。登らないかんけん。セーブをしておきます。で、嫌な予感がする。入る。あっか、なにこれ引くんですけど、撃てるの。あ、撃てるわ。こういうの撃てるわ。で、撃ってしまって、この部屋何バンちゃう。なにここ。何もない。なんかワイヤーカッターの手に入れとんのね。どうせろくなものが入っていないだろうって本当に失礼なの。ワイヤーカッター。あ、なんかおる。なんかおるな。あそこ女がおるぞ。あれ誰これ。遊んで。ここから撃てるか。え、撃たない。ちょっと待って。誰も遊んでくれないの。そうやけどね、それは分かるんやけど、また僕に言うのはおかしい。早いね。逆、もう、こんなんかあんの。もうないし、でもこの貝を倒していく感じはここなんの。え、なんか割れたからセーブ。何がパリンって言ったの。トイレは違う。パリーン。またなんか喋っとらーよ。ここっぽいな。その前にセーブさせてくださいね。構える。来ないで。あっち行って。で、なんかここの電子レンジの故障、多分このぐらいか。貝がめっちゃ増えてんな。なんでやろう。さっきもそこまで折った感じはせえへんね。ここもない。なんか固く縛られているっていうものが。猫ちゃん。でも一番ショックやこれ。最悪。これじゃないか、これじゃないかと思うから、これを固く結ばれてワイヤーカッターお前持っとったろうが。じゃあはるちゃんの部屋行ってみる。今血引っ込んだけど、なんかあの血が引っ込んだとか、ああいう描写があったけど、何かが起こったセーブ。ここはでもハルちゃんの部屋なんもないよね。小鳥箱。え、何、やはりそうか。この小鳥箱、想像以上にヤバいらしい。普通のやり方じゃ危険すぎるか。何普通のやり方。この箱に釣られて近くの浮遊霊どもが集う。エリアの海域は深刻に進んでいるのだろう。それによって引き起こされる怪異の連動は、小鳥箱をさらに強烈な呪いへと昇華させているか。
何言ってんの、難しい。悪循環だ。とりあえずここらで一番うるさい奴らを黙らせるか。え、アジムラ？え、一番うるさい奴や。結構みんな静かやったよ、カイたちは。唯一めっちゃ喋ってんのは私かもしれん。まあワンチャン氷室さんっていうこともあるよ。え、何？この辺も屋根裏へ通じているようだ。なんかはしごとかってあったっけ？登るんやったの。あそこはしごあったよね、お座敷のとこ。結局なんかやるでやるで言うて全然大したことなかった階のところ、あそこにはしごちょっと取れるかどうかやってみようかな。これでっかはしご。え、ここ調べる気質が起きない。そうなんやけど、はしご持っていきや。え、ワイヤーカッターを使いますか。何してんの。ロープを入手した。ロープ、ロープ、何使うの。そこ使えるのかな。でも上に屋根裏に通じているそうだで、ロープっているか。下からヘイって投げるんかな。わからんと皆さん考えとることが、なん、なにあれ、なにあれ、水、水にさえビビる氷室さんになってしまってるやんか。あ、ロープ使えるわ。なぜここで。よく引っかかったね、それ。え、なにここ、狭っ。違う、ここセーブ。ここどこ、絶対なんか出るよ。だって一番うるさいやつを黙らせるって言ってたもん、氷室さんが言ってたもん。何ここ。あ、まだなんか上あるな。ライター持っとる。ろうに書類が保管されている。よほど大事な書き物。特にこの何言ってんって。何してんの、蹴ってんの。え、いらんことした、もしかして。あ、オッケー、わかったわ。あ、違うわ。一応セーブしとこう。これでこうじゃない、取れる。生まれた本の下に何かある。小さな鍵。え、小さな鍵取っただけで。降りて、氷室さん、氷室さん降りて、氷室さん降りて。氷室さんが降りない、氷室さんが降りないよ。でもなんかここ登っとったら大丈夫説あるけん、ここで目の前に来た怪異を撃つことにします。来い。どうしよう、来い怪異。氷室さん、そこじゃどうしようもないかもしれん。氷室さん、氷室さん一家降りんと、氷室さん一家降りんと。これ氷室さん、これな、ダメやわ。でも降りんといかん。うわー、早い。真ん中撃ったら戻る。真ん中へ。越前龍馬が言っていた。いけ、早い早い。撃ったら戻る、真ん中へ。撃ったら戻る、真ん中へ。スピリットステップ。手に入れたって、なんか小さな鍵を手に入れたって言ってたよね。ここどこ、あれ、戻ってきたんかな。戻ってきたよね、あっちのお座敷のところに。鍵ってどこに使う。どーん、何、何がおったん。いる。でもそんなこともなさそうやね。一回セーブしよう。え、血増えてる。何も突っ込まん、氷室さんが。でもそろそろなんかこの解消後も終わる気がするけど、なんだか空気が淀んできたか。そろそろ片付けないと。やばそうだな。何3分って、何3分って。でもここちゃん、一人箱。
違いやないか。どこ3分で探せってこと。ここじゃないよね。なんかここじゃない気がする。多分ね、入った瞬間に分かると思う。やばい、3分って何。3分ってバカチンめ。こっちでもない、やばいでも3分って結構ある優しい。見えない力で閉ざされている。え、なんでなんでそんなことをしたえ、じゃあこっちなんかな。え、VS 海へ。誰、あ、なんかおる、なんかおる。うわー、待って、なにこの人うわー、ちょっと待って、やだー。ボール好きに、いや、間違えた。構えて、ここで打たないと。うわー、うわー、あ、誰、海へ、誰、少年 A みたいな言うのよ。あの猫やったんだけど、あいつは。見えろ、見えろ、ここでは無理よ、ここでは無理よ。ここでワンチャン、ただの待ってきた。うわー、やめて。ここよ、ちまちま行くしかない。いやー、そっちから来るのね。当たってなくない。あ、なんで？無言実況者にあるまじき無言。でも氷室さんからすると黙らせたと言っとるかもしれん。一番うるさいやつを黙らせた。ひとしは今回の会をどう執着させる気なんだろうね。考えられる方法は一つ、呪いの発生源、その源を闇に葬ることだ。葬るですか。まるでフィクションの世界ですね。聞こえは単純だがな。だが実際にこの世にはびこる呪いに対して安易な解除というのの方が存在しないので、難しい。君何言ってんの。読まれへんって言って。というと何これ。手荒な真似はできないってことだ。呪いの対象そのものを刺激すればそこから肥大拡散される恐れがある。ならばどうするか。文字通り闇に葬る。小鳥箱は危険な呪いであるとともに何の変哲もないただの箱でもある。呪う対象が近くにいて初めて成立する類の呪いだ。小鳥箱の効力を発揮させないよう半永久的に光のささない闇の中へ封じる気だろう。人目につかず誰も寄りつかず、そんな場所に小鳥箱が存在しても何も起きないし起こらない。そう、全ては時間が解決するということだ。静かにゆっくり箱が塵になるその時までな。地味ですね。まあこれが普通なんでしょうけど。全然蚊が強いし喋らんけど一番うるさいって黙ったぞ。よく無事だったな。久しぶりに骨が折れた。お化け屋敷はもうこりごりだ。んで会議は全部始末したってか。元凶だけはな。他にもまだ浮遊霊が集まってたようだが、今は放っておくのが一番だろう。下手に刺激しないためですね。あの場所は封鎖する。くだらない噂話も流させない。それで終わりだ。小鳥箱、恐ろしい術ですね。破ってはならない禁忌を犯してまで殺したかった人間がいた。いつの時代にもいるからな。超えてはならないラインを平気で超える、そんなバカ者がな。
化け物より恐ろしいのは人間だっていうオチか。一理あるが、そりゃ嘘だぜ。そうかな、やっぱ人間が一番怖いと思うよ。だったらなんだって言うんです。怪異の方がはるかに邪悪だよ。あいつらな、人間の知能じゃ絞っても出ねえどす黒い狂気を持ってやがる。この世の絶対悪ですからね。小暮がどう響いてくるかがわからないね。でもこの氷室さんの同僚というか特務課の人たちは出てくんかな。みことちゃん、ゆか元気を出して。でもだっておばあちゃんまで。そうやね、ゆかちゃんからしたら不安よね。分かってる。でも仕方ないよ、ちゃんと向き合わなきゃ。しょうがないよ、みことには分かんないよ私の気持ちなんて。みことちゃんがどんだけ苦労してるか知ってるか。ゆかみことちゃんゆかやね。ここで喧嘩はせえへんねんな。ゆかちゃんもしんどいからな今。本当は怖いの。いつかみんな私の前からいなくなっちゃうんじゃないかって。みんな私のこと怖がって飛ばしがって離れてしまうんじゃないかって。私はそばにいるよ。約束するよ、絶対に。ゆかちゃん、一回ごめんなさいよ。一回ごめんなさいよ、仲直りしよう。二人でパンケーキ食べよう。しかし、なんでですかね。誰、あんな臆病者のクソったれども、消しても消しても湧いて出てくる。許せませんよ、潰し足りないですよ。だから俺の目が黒いうちは死ぬその時まで奴らを滅ぼし続けてあげます。だってそれが最大の供養でしょう。誰、ケース1エンド。じゃあ誰。